身の回りに使っているものを理由があってその形、その材料が使われています。その原理原則を大学で理解し、より良いもの、より良い社会を一緒に考えていきませんか？リサイクルしやすいもののデザインとは？例えばペットボトル一つ取っても、その後どのようなプロセスで分別してリサイクルしているかっていうのを十分理解し、そのラベルをどう扱っていくのか、キャップの形をどうしたらいいのか、そのようなリサイクルしやすいその形を研究しております。物の状態を知るということは、そのリサイクル分別のその出発点として非常に重要なことでありまして、いわゆる計測技術の開発を行っています。電磁波を発生させ、それぞれの周波数における透過率を計測すると。その透過率データを機械学習させることによって、どの程度の大きさのものであれば分別することができる、それらのデータ取りを進めております。で、現状の計測技術が分かりますと、もののデザインというものを理解し考えることができるようになってきます。いろいろな計測方法を活用して、その素材を活用した新たなものを作るということが行われています。もののデザインとして、例えばアルミニウムの表面にレーザーで凸凹を作った部分が3箇所あります。プラスチックの材料がちょうどぴったり、相性がいいものを作ることができれば、ちょっとやそっとの力じゃ落ちない、そういう強い接合を実現をすることができます。このようなものができれば、2つの素材のものしか使っていないというところでありますので、非常にリサイクルしやすいそのものの形、デザインが可能になっていくっていうふうなところであります。車をはじめいろいろなところに適用できる技術方法として活用できるというふうに考えております。研究をやってていつも楽しいと思うのが、未来についての想像を膨らませることができるというふうに考えているところです。